どうも、ヌヌです。リズガイア6続きをやっていきたいと思います。どこへ向かいますか？魔法学校ですね。行きましょう。憩いの場。ドキドキ、ドキドキ。もしも知り合いにこんな姿を見られたら、人生一巻の終わりじゃん。もう、マジョレーヌちゃんったら緊張しているの？かわいい。かわいいのはかわいいのじゃが、中身は1万歳超えのばあさんなのである。大丈夫、番組的にはかわいければ OK、 かわいいは正義なのであります。こんな髪切れが落ちていたぞ。ふん、魔法の変身ステッキの説明書のようだな。説明書によると、無敵の魔女の力を使いこなすには呪文とマナが必要らしい。呪文とマナ、どう唱えればいいのじゃ？変身、魔法少女プリティマジョレーヌ、ただいま参上。キュルルンだ。はぁ、変身、魔法少女プリティマジョレーヌ、ただいま参上。キュルルンだ。はあ、おい、さっさと呪文を唱えて無敵の魔女の力を見せてみろ。いやいや、無茶を言うな。私は弱い1万歳超えのばあさんじゃぞ。そんな恥ずかしい呪文唱えられるか。もうよい、使い魔たちよ。この者たちは不法侵入者ではない。下がっておれ。私の命令が聞けぬのか。私じゃ、マジョレーヌ校長じゃ。まさか、わからぬのか。そりゃわからないでしょう。だって全然見た目が違うもん。の、あ、あ、あ、わかれという方が無理なのである。どけどけるなこの子。見た目はいいですか。まだまだこれから。私のデモンを遊ぶのさら嬉しいよ。誰にしようかしら。遊びましょう。嬉しいです。誰にしようかしら。恐れを赴きなさい。こうなった時にあれなんだ。制御いかなくなるんだな。由緒正しき魔法学校マジマージの校長にあるまじき、このハレンチな姿。破壊神を倒して元の姿に戻らねば、地位も威厳も何もかも失ってしまう。元の姿に戻るのは無理だぞ。え？説明書によると、一度使うと二度と元には戻れません。使用にはご注意を。とのことだ。うやー！どうすればいいのじゃ！こんな姿では生きていけぬぞ！あら、そうかしら。可愛らしくていいと思うけど。ねえ、ひよりちゃん。はい、可愛いは正義なのです。世の中に若返るために大金を積む人間が山ほどいる。贅沢言ってはダメなのである。無理じゃ、無理無理。我が校は伝統と規律を重んじる魔界随一の超名門校なのじゃぞ。その校長がこのようなハレンチな姿の魔法少女になってしまったなどと、絶対にありえぬ。やまあいいじゃねえか。細かいことは気にすんな。全然細かくない。ここはクエスト達成があるな。よくやってくれた、よくやってくれた。
仕事の依頼が届いて依頼だ依頼だ依頼だ頼んだぞ。よくやってくれた。また頼んだぞ。ご案内します。こんなことになったんだ。説明書を読まずに魔法の変身ステッキを使ったからだろ。いやまあそうなんじゃが、いちいち細かいことを気にするやつだな。お前は破壊神から生徒たちを守りたかったんじゃねえのかよ。だったらそのことだけ考えろ。他のことなんて別にどうでもいいじゃねえか。それはそうかもしれぬが、いやいや、やっぱりこの姿は無理じゃ。なんだ、生徒たちを守ることよりも自分の見てくれの方が大事なのかよ。それは…お前にとって生徒ってのはその程度のもんなのか。黙れ。お主のようなゾンビ風情に偉そうに言われる筋合いはない。私は魔界の超名門魔法学校マジマージの校長マジョレーヌじゃぞ。お主などとは背負っているものが違うのじゃ。背負ってるものか。それって生徒たちよりも大切なもんなのか。お主こそ何のために破壊神と戦う。お主はそれだけのものを背負っているというのか。そうだ。口先だけなら何とでも言える。ではお主は何を背負っている。何故破壊神と戦うのじゃ。俺が破壊神と戦うのは。タイミングよく邪魔が入るね。おしゃべりはここまでだ。眠れないのかい、ビーコ。怖い夢見たの。じゃあ、兄たんと一緒に寝るか。うん、兄たんと寝るの。兄たんは強いんだぞ。一緒にいれば何も怖くないからな。ありがとう。いつもながら可愛すぎて土に帰りそうになる。でもね、ビーコ知ってるの。兄たん喧嘩弱いでしょ。いつも村の人たちにいじめられてるの知ってるの。バレてたのか。確かに兄たんは喧嘩が弱い。でもな、喧嘩は弱くても心は強いんだ。何があってもミーコのことを守ってやる。だから安心しておやすみ。やっぱり大好き。そうね、そのまま行きますかね。どこへ向かいますか。どうしたゼットよ。お前がそういう浮かない顔をしているときは決まってビーコのことを考えているときだ。うるせえ、余計なこと言うな。ビーコというのは確かゼットの妹だったな。へえ、
ニジゼットさんには妹さんがいるんですね。ニジシスターちゃんか。新メンバーにしましょう。でもどうして一緒じゃないの？お家でお留守番？偉いわね。いや、そうではない。ビーコは破壊神に殺されたのだ。はっ！なんと！ケルベロス！このおしゃべりなクソ犬が！いずれは知れることだ。隠しても仕方あるまい。Z さん、そんな悲しい過去を背負っていたんですね。まあ、お主が破壊神と戦う理由は妹の復讐のためじゃったのか。そうとは知らずに、お主とは背負っているものが違うなどと。すまぬ、許してくれ。詫びなんて別にいらねえよ。俺は破壊神を倒す、それだけだ。Z 様、だからどんなに傷ついても破壊神に立ち向かっていったのね。ようやく理解できたわ。キュン！あれ？キュンって何よ、キュンって。私はプリンセスなのよ。ゾンビごときに胸キュンするなんてありえないわ。そう、ありえないわ、絶対に。で、戦闘なんだね。敵じゃないよね。あの Z という少年は妹の仇を討ちたい一心で戦っている。それに引き換え私は命に代えても生徒たちを守りたい。その気持ちに一切偽りはない。じゃが一方で世間体を気にしてがんじがらめになっている私がいる。この姿になってそれがはっきりした。もう二度と大切な生徒を失わない。そう心に決めたはずなのに、対面ばかりを気にして、私は、ここはクエスト屋だ。よくやってくれた。仕事の依頼が届いた。依頼だ。依頼だ。依頼だ。頼んだ。依頼だ。頼んだぞ。よくやってくれた。よくやってくれた。また頼んだぞ。
はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。